皆さんこんにちは、イラストレーターのアリです。今回は簡単な遠近法のパート2を紹介していきたいと思います。前回は大きさによる遠近法を説明しているので、そちらもよろしければご覧ください。今回のパート2では空気遠近法というものを紹介していきたいと思います。空気遠近法ですが、その名の通り空気を使ったですね、遠近法になります。空気遠近法ですね。遠近法、で、空気を使ったっていうのはですね、空気中の、水蒸気だったりゴミだったり、その反射の影響とかで、遠くのものが青みがかって見えることのことを言います。外のですね、今見えるかわからないんですが、外から奥の方を見てもらえると、例えば山とかがあったりすると山は青っぽくですね、あとビルの方もちょっと薄く霞んで見えていくような見え方になっていくと思うのですが、そちらの方がですね、空気遠近法と呼ばれるものになります。かなりメジャーな遠近法の一つなので、今回押さえておいてください。で、簡単に言うとですね、遠くのものが青く見える、青っぽく見える、薄く見えると考えてくれて大丈夫です。簡単に言うとですね、青みがかる感じですね。はい。で、ぼやけることですね。青みがかってぼやけること。で、これと合わせて覚えておいてほしいのが、色彩遠近法というものがあります。色彩の遠近法ですね。これはですね、色の効果によって青とかそういうのがですね、遠くに見える、青灯が遠くへ、で、ですね、それと逆にですね、赤とか黄色がですね、近くの方に見えるという、何ですかね、色の効果があるんですね。それによってそう見えます。青、黄色あたりが近く。なので、青っぽい色を描いてあげるのと、赤っぽい色を描いてあげるとですね、下の赤の方が、近く見えるはずなんですね。まあこれも、意識して、意識というか、まあなんとなく覚えておいてください。まあ青系が遠くに見えて、赤系が近くに見える。で、空気遠近法でも遠くのものが青みがかって見えるので、まあさらに倍々の効果みたいな感じで、ちょっとずつですね、この辺が合わさって遠くに見えていくというような感じで、覚えていただければなと思います。で、まあ簡単にまとめると、まあ、これをどう絵に生かすのかというとですね、奥にあるものが、奥の方は大気管を入れましょう。大気も色がいろいろあるんですけど、とりあえず青っぽくで覚えてあげるといいと思います。最初はですね、なんかこう夕焼けとかになると青ではなく、オレンジだったりですね、色が変わっていくんですけれども、まあ、とりあえず、今昼の段階で外を見てもらったりすると青っぽくなってると思います。その辺をちょっと意識してですね、奥の方の絵を描いてあげるといいかなと思います。これは空気遠近法ですね。まあこんだけなんですけど、これもですね、知ってる人は知ってると思うんですが、なかなか、絵に生かすにはどうすればいいんだろうっていうのもあるかと思いますので、ちょっとですね、例を紹介したいと思います。山ですね。はい、山をですね、こう重ねていきたいと思います。奥の方に、で、全部同じ色で今描いてるんですけど、同じ色で描くと、まあ、もちろん重なって見えない。で、奥の方に行く
につれて色を変えていってあげるんですけど、山もいろいろこう木の色とかだったり生えてる木で色が変わってくるんですけど、まあ、全部同じ色だった場合ですね、奥に行くとどういう風に変わっていくかというと、青色をのせてあげるといいと思います。まあ、さっき言ったように空気陰君法は奥の方が青くなっていくので青をのせてあげましょう。で、Photoshop の場合は、レイヤーの上にですねこう重ねてあげると、それでですね、なんだろう、上の色味が下の色味を隠すことができるんですね。で、それで、上のレイヤーの方のカラーの調整、不透明度の調整でこう色を変えてあげましょう。そしたらですね、こんな感じで青色を薄くのせてあげることもできます。他にもですね、こういうスクリーンとかオーバーレイとかこういう合成モードっていうのもあるんですけど、これは今回は使わずに不透明で全部やっていきたいと思います。同じようにですね、全部青をのして、その青の色をちょっとずつ変えていってあげてます。こんな感じですね。で、今極端ですけど奥に行くほど、青が強くなって、青っぽく大気っぽくなっていく感じですね。で、一番奥はですね、ちょっと青このままと強いので、まあ、サイドを下げてあげるといいと思います。今回ちょっと塗りを下げますけど、こんな感じですね。こんな感じで奥に行ってる感じがちょっと出たのではないかと思います。一個ずつですね、あとは調整していってあげて、こうやってあげると、青を乗っけてあげるだけでですね、さっきのこの感じからだいぶ変わっていったのではないかと、まあ、ちょっと透明度がかかってるので変わってますけど、だいぶ変わっていったのではないかなと思います。あとはですね、奥の方に行くとちょっとぼやけていくので、ぼかしをかけてあげたりするとなおいいか、いいかもしれないですね。あの輪郭をちょっと、エッジを効かせすぎないというようなことをしてあげると、さらにいいかと思います。あとはですね、追加でこっちの方に書いてるんですが、霧とかですね、こういうのをつけてあげるとさらに奥に行ってる感というか、まあ、手前の方の存在感が出るので、絵を描く上ではこういうことをしても面白い効果が得られるかなと思います。はい、こんな感じでですね、非常に空気陰君法は簡単です。やるのはですね、ただ、変な感じで青を入れたり、ただ単に青色を強く入れるだけだとおかしくなってしまうので、青を入れてその青を調整してあげて、大気のイメージに近づけていってあげると、うまくいくかなと思います。で、奥に行くとですね、こうだんだん青というか大気の色になっていく、影響を受けてその色になっていくので、それをうまく調整していってあげることでかなり奥行きのある絵を出すことができますので、ぜひぜひこの辺もですね試してもらえればなと思います。はい、かなりですね今回は短いですが、非常に大事なことなので、自分の絵にですねいろいろと活かしてもらえればなと思っております。ぜひぜひ、空気陰君法を試してみてください。それではですね、今回は簡単な陰君法のパート2、空気陰君法についてでした。最後までご覧くださりありがとうございます。またですね、次回の動画でお会いしましょう。イラストレーターのアリでした。それでは失礼いたします。